2014年に開かれた制作発表の様子、ウィッチャーサ3ワイルドハントは、ポーランドのゲーム開発会社 CD プロジェクトレッドが開発したコンピュータゲーム。ジャンルは、アクションドールプレイングゲームで、オープンワールドの特徴を持つ。2015年5月19日に、PC 版、プレイステーション4版、Xbox One 版が、2019年10月15日に、 ニンテンドースウィッチ版が発売された。日本では、スパイクチューンソフトより2015年5月21日に PS4 版、XBOX1 版が CD プロジェクトより2019年10月17日に、ニンテンドースウィッチ版が発売されている。また、2015年10月13日には拡張パック、第1弾、無情なる心の配信が開始され、第2弾、 ちぐられた美手は2016年5月30日に配信された。アンドレイ・サプコフスキによるポーランドのファンタジー小説、ウィッチャーを原作とする本作は、ウィッチャーと呼ばれる魔物退治の専門家、ディビアのゲラルトの活躍を描いたウィッチャーシリーズの3作目に、して最後のゲラルトの物語である本作の主人公である、ゲラルトは、ウィッチャーの感覚という能力を持ち、 隠されていたアイテムや、クエストを進める手がかりなどを得ることができる。また、瞑想を行うことによりゲーム内の時間を進行させ、体力を回復させることなどもできる。難易度は、ストーリー、ストーリーバトル、ブラッドハードコア、デスマーチの4段階に分かれており、ゲーム進行中に、いつでも変更することができる。4つの難易度のうち、ブラッド ハードコアとデスマーチは瞑想による体力回復が無効化されている。前作ウィッチャー2のセーブデータシミュレーションにも対応しており、ゲーム序盤でオンにすると、その時のゲラルトの決断をストーリーに反映させることができる。なお、オフにすることも可能であり、前作を知らなくてもプレイできる仕組みになっている。プレイ時間はメインストーリーに50時間。 それ以外に50時間の合計100時間が見込まれている。サイドストーリーには、ウィッチャーへの依頼というカテゴリーがあり、これは、人々から、モンスターの退治を依頼され、モンスターの正体や、弱点などの情報を収集して、戦いを挑むというものである。クエストはすべて人間の手で用意されたものであり、自動生成される繰り返しクエストはない。また、ゲーム内にて、 グーエントと呼ばれるトレーディングカードゲームがプレイできる。プレイヤーの取った選択でゲラルトを取り巻く人間関係、世界情勢などが変化していく。メインクエストの結果でウィッチャー3の世界は36種類の状況があり、サブクエストの選択結果も反映されるエンディングデモが3種用意されている。ストーリーに合わないため他人数プレイに対応しておらず、苦とはない。また、 プレイヤーの権利を制限するのを避けるという観点からデジタル著作権管理の搭載も行っていない。ゲームシステム上、プレイスタイルによって下記のシナリオは一部が前後したり変わったりする。ニルフガード帝国による本格的な北方諸国への侵攻が始まり、北方の大国テメリアは滅亡した。帝国が間もなく大陸を統一すると思われていたが、北方諸国の一つ、 レダニアは逆に隣国に侵攻して残った北方諸国を平凡してしまい、旧テメリア領はニルフガードとレダニアによる派遣争いの様相を呈して悲惨な状況となっている。最近、かつて自身が保護し、女性、ビッチャーに育てたシリラこと知りに関する不吉な夢を見る、リビアのゲラルトは、長らく離れ離れであった恋人、イエネフーを探して、 ニルフガードに征服された旧テメリア領、ホワイトオーチャードに来ていた。ウヨ曲折の後、実は、イエネファーは、ニルフガードを率いるエムヒル皇帝の進化となっており、彼女の頼みもあってゲラルトは、犬猿の中でもある皇帝から直々に依頼を受ける。依頼は、尻の創作であり、彼女は時空を操れる古代エルフの血を引く最後の末裔であり、かつ、エムヒルの実娘でもあった。 尻は謎多き勇気の軍団、ワイルドハントに追われているらしく、帝国が得た目撃情報をもとに、ゲラルトは尻の捜索を始める。まずは、戦災の傷跡が深い旧テメリア領ベレンに向かった、ゲラルトであったが、現地の帝国調報員はすでに、ワイルドハントに殺されていた。彼が残した手がかりから、同地を支配する血まみれ、男爵に会いに行くと、彼は、 行方不明の妻娘を見つけ出せば、尻の行方を教えるという。また、別の手がかりから、ゲラルトは、窮地の女魔術師、キーラメッツと再会し、謎のエルフの魔術師が尻を探していたことを教える。やがてすべての手がかりは、森の木夫人とも呼ばれる、クルックバック出現の妖魔に行き着き、三人の妖魔たちが尻を襲ったこと、そこから逃亡した彼女を打ちぬれ、 男爵が保護したことがわかる。最終的にシリは、ワイルドハントに察知される危険を犯して、男爵を怪物から助けるために力を使ってしまったこと、他にも何らかの目的があって、ノビグラドに向かったことなどが判明する。かつて女魔術師協会など魔術で栄えた独立都市、ノビグラドでは、魔法や異端を強く排斥する、永遠の炎教団が力を持ち、 過激な魔女狩りや一旦狩りが行われるようになっていた。魔女狩りから逃れるためスラム街などに潜伏する女魔術師で元恋人のトリスと再会したゲラルトは共に尻の行方を捜索する。尻はゲラルトの親友であるダンディリオンと会っていたことが判明するが肝心の彼が行方不明であり、やがて彼は裏社会の組織の一つに捕まっていたことが判明する。 永遠の炎の思惑や裏社会の力関係などが交錯する中、敵対組織の力も借りて、ダンディリオンの救出に成功したゲラルトは、彼から知りが多数の部族からなる海賊の国スケリッジ諸島に向かったことや、謎のマジックアイテムの修理をしようとしていたことを教えられる。戦争の死去に伴い後継者争いによる内乱の火種を抱えているスケリッジ諸島では、 森の半分を吹き飛ばす、謎の大爆発の情報を受けてすでに、イェネファーが調査を行っており、ゲラルトと合流する。特殊なアイテムによって、大爆発の原因はやはり尻や、ワイルドハント、さらに謎のエルフの魔術師も関わっていたことがわかり、尻は、門を使って、ベレンへ逃れたことがわかる。さらに最近、ワイルドハントに襲われた村の情報を得て現地に向かう。 ゲラルトとユネファーは、情報を得るため襲撃の際に一人逃走して、生き残るも臆病者と呼ばれることになったスヒャールという、青年を探すことになる。やがて発見したスヒャールの死体から、彼が、スケリッチにやってきた尻を助けたこと、ワイルドハントの村襲撃の際に、魔術師が無理やり尻を船で脱出させようとしていた、ことがわかる。ここで、手がかりは失ったように見えたが、スヒャールは、 最後に、謎の生物を見たことを話し、ゲラルトは、それが、血まみれ男爵の館で見たウーマであることに気づく。いずれにしてもシリーはすでにスケリッチにはいないようであり、ゲラルトは、再び本土へ戻ることに決める。道地を離れる前に、ゲラルトは、誰が王の後継者となるか、間接的に選択することができ、また、ゲラルトは、イエネファーへの愛を貫くか関係を立つことができる。 ウーマは人が呪われた結果の生物であり、もしかしたらこれが尻かもしれないと判明する。呪いを解くため、ゲラルトはウーマをウィッチャーたちの本拠地であるケイアモルヘンに連れて行き、イエネファー主導で解獣が進められて行く。やがて呪いが解かれると、ウーマの正体は尻ではなく謎のエルフの魔術師ことアバラックであった。アバラックは ワイルドハントが大陸を手に入れるために尻を狙っていることや今彼女は霧の島にいることを明かす。ゲラルトは尻を助けるためにはもはやワイルドハントを迎え撃つしかないと考え共に戦ってくれる仲間を集める。準備を整えつつ、ゲラルトは霧の島へ向かいアバラックの魔法で可視状態であった尻を蘇生させ再会を果たす。そこで尻より ワイルドハントの王エレディーンは、故郷の世界が消滅しかけているために、大陸を狙い、そのために一度に、大量の兵力を動かせる能力を持つ彼女を、狙っていると教えられる。シリと共に、ケア・モルヘンへ戻ったゲラルトは、仲間たちと迎撃体制を整え、ワイルドハントを待ち構えるが、イムレリス率いる軍勢の猛攻の中でベセミルがシリを、かばって死ぬ。その瞬間、シリは、 怒りで秘めた力を解放し、ワイルドハントは退散する。ゲームのエンディングは、プレイヤーのこれまでの行動によって変わり、大きくは、尻の運命、ミルフガードがどうなるのか、ゲラルトは、イェネファーとトリスのどちらを伴侶にするのかで分岐する。デビュー集計サイトのメタクレティックでは、PC 版、PlayStation4 版、Xbox One 版で全世界的に肯定的とされ、Switch 版では、 概ね肯定的とされている。批評家たちは本作が大規模で野心的なアクションロールプレイングゲームであることは認めたが技術的な課題と革新性の欠如という端緒も挙げている。ゲームスポットというロゲイマーはゲームに最高の評価を与えた。本作は史上最高のビデオゲームの一つとみなされている。その世界観は批評家たちから広く賞賛を受けた。 ゲームインフォーマーのキンバリー・ウォーレスはこれをイマーシブと表現し、サイブのこだわりに対する感銘を表明した。ディストラドイドのクリス・カーターはその規模を称賛し、この巨大さはプレイヤーが探索するのに何時間もかかると感じさせたという。ゲームレボリューションのジョナサン・リアクはその広大な世界を効果的に扱えていると称賛した。彼は 各地域にはプレイヤーが挑戦できるクエストやアクティビティが用意されている都市、その多くがゲームを長くプレイするための詰め物だと考えたと書いている。ゲームズリーターのトムシニアはオープンワールドの多様性を称賛し、ローニンファンタジーのエキサイティングな実現と表現した。ゲイモトレイラースのダニエル・ブラッドワースは探索に力点を置いたことを称賛した。 多くのクエストはプレイヤーが様々な地域で、ノンプレイヤーキャラクターと出会って始まる。イグンのビンシニーとトトッピークゲーマーのショーン・プレスコットは、ゲームの風景とその昼夜のサイクルに感銘を示し、インゲニトは、ゲームの世界の信憑性を実感させたと述べている。発売前の予約本数は100万本を超えた。発売後2週間で400万本が販売された。ザ・ゲームアワーズ2015にて、 ゲームオブザイヤーを受賞。ゴールデンジョイスティックアワード2015にて、ベストストーリーテリング、ベストビジュアルデザイン、ベストゲーミングモーメントと、アルティメットゲームオブザイヤーを受賞。週刊ファミ通のクロスレビューでは4人のレビューアーによる評価で、40点満点中37点を獲得した。1人のレビューアーがバトルについて、オーソドックスにまとまりすぎた印象、2人のレビューアーが システム面やインターフェースについて複雑さを感じたりもするオープンワールドでの膨大な量の情報や操作性を含めて多少の煩雑さは否めないと意見をつけたものの問題点とはしていない。また4人とも購入を推奨する今週のゲームとしてウィッチャーさんワイルドハントを提示した。ありがとうございます。